今回はついに人類最強の子供爆誕、そしてデマ討伐、三部作の完結編ですね。ついにこの日が来ましたね。前編で我々はドラクエシリーズ屈指の不幸体質、5の主人公を不憫に思い、主人公を少年期で実現可能な極限ステータスまで、どんな不幸にも負けない最強の男に育てることを決意、そしてレヌール城前に、ビアンカ城と夜通しフィールドを徘徊、171時間かけて、賢さ、素早さの種を90個取得。続く中編では、妖精の国で犬っころと、美少女ベラシと共に、298時間かけてマットプラントを7万8000体討伐、174個の不思議な木の実を取得し、MP を999まで爆伸びさせることに成功したのでした。戦闘回数は約2万3000回に上り、精神に異常をきたす寸前に、デカボロンゴさんは犬ではないです。そしてこれが中編最終的なステータスです。現在レベルは45、MP はマックス、素早さ、賢さもレベル99時にマックスになるよう調整できました。パパスさんが弱いと錯覚してしまう怪奇現象。ちなみにパパスさんが左、主人公が右です。少年期では種ドーピングを使えば、レベル99で HP 以外全てマックスにできます。今企画での我々の目的は、少年期史上最強の子供を爆誕させること。そして、現在、YouTube 上にない、通常プレイでのデマ討伐の厳しい過程をちゃんと動画にして読み出すこと、です。それでは完結編スタートです。それでは前回の続きからです。主人公のレベルは現在45、ボロンゴさんは無駄にレベル99です。ボロンゴは少年期はレベル20で成長が止まりますが、レベルだけは必要経験値が変わらずガンガン上がっていきます。これからここ古代の遺跡で、最後の種集め、守りの種を狙っていきます。守りの種を落とすモンスターは、土偶戦士、ドロップ率はなんと256分の1。これまでの種はすべて128分の1だったので、今回の種集めでは一番厳しい戦いとなります。あんまり聞きたくないんじゃが、今回はいくつの守りの種がいるのかね、霊夢くん。以前お見せしましたが、こちらが主人公レベル99時のステータスです。守りの種は上がり幅が4で固定なので、必要個数は32個。これまで見ていただいた方々はなんとなく察しているかと思いますが、成長リミット値が邪魔するので32個以上必要となります。成長リミット値とは、簡単に言うと、各レベル帯で能力値はある程度決まっているので、ドーピングで必要以上に上げてしまうと補正がかかり、レベルアップ時に0から1しか上がらなくなる、というものです。説明すると長くなるので、ご興味あれば調べてみてください。で、ちょっと気になったんだけど、ダンジョン内の場所によって、土偶戦士の出現率って違うと思う。もし違うなら出やすい場所でやった方が効率いいと思いませんか。まあエリアによって多少違うかもね。で、種取るついでにやってみました。まずはここ、入り口からまっすぐ進んだ場所、やり方は1000回戦闘をして、何回土偶戦士が単体で出たか数える、というもの。ちなみにドラクエ5では敵が複数出てしまうと、アイテムドロップしません。なので単種類で出てきてもらう必要があります。このエリアで1000回戦闘した結果はこちら、17.1%。続いてはこのエリア、同じように1000回戦闘をして出現した回数を計測。土偶戦士以外が出た際には、時間の無駄なので全逃げです。調べた結果がこちら、15.3%、さして大きくは変わりませんね。そして検証の最中、ついに一つ目の守りの種をゲットです。3箇所目はここ、土偶戦士に恨みはないですが借りまくります。我々は行く先々で生態系を変えますね。で、結果はこちら、21%。おお、これまでで一番多いですね。最後はここ、ここにも一応土偶戦士は出てきます。が、他と比べると出にくい印象。検証結果はこちら、9.6%、圧倒的に低いですね。まあ違う部屋だから当たり前ですよ。全体だとこうなります。まあ正直1から3は誤差の範囲の可能性も高いですが、でも今回は3でいきましょう。で、早速ここで守りの種狙っていきますよ。とりあえず守りの種は上がり幅4で固定なので、持ち物いっぱいになった時点でどんどん使っていきましょう。境界でリセマラしないでいいから、その点は相当楽ですよね。ちなみに種取りなどはパパスと合流前に行います。パパスと合流してしまうとダンジョンから出れなくなるからです。現在4つ目の守りの種をゲットです。ここまで我々の場合は約18時間かかっています。大体ですが、1つ取るのに長いと4から5時間以上、早ければ1時間くらいで取れたりします。本当にこればかりは運の要素が大きいです。ちなみに最後の種集めだから、持ち物いっぱいまで持っておいて、レベル99にしてから使ってもいいんじゃないか、という考えもあるのですが、どちらにせよ持てる数はどんなに装備とか売って飽き作っても20個くらい、必要個数32個には到底届きません。なので我々はレベル上げしながら、成長リミット値と戦い、種を取ります。32個以上必要ですが、レベル上げと同時にできるので、どちらが早いかわかりません。現在守りの種はようやく折り返し地点、ここまで約38時間ほど。で、またまたここで面白いことがあるんすよ。実はこの古代の遺跡内で、このパーティレベルで不意打ち食らわないんですよ。でも、この後フィールドに出ると、また不意打ちを食らい始めます。コメント欄でいろんな方から情報をいただきましたが、エリアによって不意打ち率が変わる、というのが正解のように感じています。
ネットで調べてもあまり情報出てこないですけどね。皆さんいつも貴重な情報ありがとうございます。そうこうしているうちに、無事1セット目終了です。個数は14個、時間にして約66時間ほど。もう血ヘド吐きますよ。ただ楽なのは守りの種は上がり幅4で固定なので、この場ですぐ使っていけるところです。リセマラ作用がないだけでも、ずっと楽に感じます。現在56上昇して111。すべての種取りを入れるととんでもないことになるので、ここからは頑張ってまとめていきます。ちなみに主人公レベル47で身の守り111というのは、すでに成長リミット値に達していると思われます。なので今レベル50に上がりましたが、ここから奇跡が起こってもレベル99までに、身の守りは49くらいしか上がりません。なのでそこまで計算して種を取る必要があります。まあもともと身の守りは上がっても1くらいですが、現在3セット目終了、ここまで193時間ほど費やしています。ステータス画面の合計経験値を見ていただけると大体の戦闘回数わかるかと思います。現在4セット目、もうこんなもんでいいでしょう。そして、ステータスどんな感じ？てかやりすぎじゃね、もうすでほぼマックスじゃないですか。ちょっと気合い入れすぎましたね。でもこれでレベル99で間違いなく255に到達しますよ。そりゃそうでしょうよ。計48個の守りの種を221時間かけて取得しました。やっとお日様の下に出られますね。で、これからレベル99目指していきますが、これは非常に時間がかかります。なのでまずこの地域でどこが最も経験値稼げるか検証しましょう。まずはここ古代の遺跡周辺、フィールドの北側ですね。このエリアで出てくる敵は以上の通り。最も経験値が多いのはスライムナイトさんのようですね。そして1時間あたりの獲得経験値は以上のようになりました。続いてはこのエリアの南側、出現モンスターは以上の通り、そして1時間あたりに獲得した経験値は以上のようになりました。ちょっと下回るくらいで誤差レベルですね。続いてラインハット城周辺、ここに出てくるモンスターは大きく変わり以上の通り、1時間あたり獲得経験値は以上となります。大きく下がっていますね。で、少年時代非常に効率がいいと言われる、パパスを仲間にした後はどうでしょうか。実践はできませんが、セーブしておいて試してみましょう。いやいや、そこまでせんでも。この水路に出てくる敵は以上の通り、スライムナイトは出ますが出現率は良くなく、結果は以上の通り。主人公が強くなりすぎたため、パパスさんがいてもそんなに効率は変わらないという結果に。結果はこんな感じ。それでは一番多かった古代の遺跡周辺でレベル上げ始めますよ。では一度リセットして早速、レベル上げ自体は単調なので、さらっとお見せする感じにします。このエリアでレベル上げを始めて41時間後、ようやくレベル60に到達。いやなんかさらっと言ってますけど、41時間後って相当ですよ。で、能力はこんな感じ、すでに身の守りは255まで到達していますね。実はこの最後のレベル上げは、今期格トップレベルに時間がかかる。は。今までの種取りも十分時間かかってましたけど。そしてレベル60から63時間後、主人公やっとレベル70に到達です。正直この企画を通じて我々の時間の感覚は狂っていき、50時間かかる作業も短いと錯覚しています。で、この辺りから気づいたのですが、主人公の必要経験値ってレベル50以降、10レベル単位で見ると変わってないんですよね。え、そうなの？そう、だから10レベル上げるのにかかる時間、そんなに変わらないという。で、それ逆に言えばずっと60時間かかるってことじゃん。今回もレベル70から80まで約60時間かかりました。もう大半の能力がカンストに近づいていますね。このレベル上げで気をつけておいた方がいいのが、トンネラーが呼ぶ、土偶戦士、を使った方法。一見トンネラーが呼ぶ土偶戦士を借り続けると、効率良さそうですが、実はこれかなり効率悪いんです。レベル80から99までに必要経験値は約185万。普通に戦闘すると約116時間ほどで終わる計算。しかしこのトンネラー作戦でいくと約186時間かかる計算になっています。詳しくは掘り下げませんが、1時間あたりの獲得経験値で算出しています。意外と非効率なのでご注意ください。そしてレベル80から63時間後、ついにレベル90まで到達。もう感慨深いものがありますね。ステータスももう一押しといったところ。いよいよレベル上げ編もラストスパート。1レベル上がるごとに、我々はこれまでの苦労を思い出す。しかし思い出すとトラウマになりそうだったので、我々は考えるのをやめた。そして、レベル上げ開始から284時間が経過。ついにレベル99まで到達しましたね。もう疲労困憊ですよ。もうしばらくレベル上げしたくないレベル。ついにステータスとのご対面です。ついに完成しましたね。人類最強の子供爆誕の瞬間です。もう神々しくて前が見えません。HP は命の木の実が少年期で取れないので、ドーピングできませんが、運の良さと HP を除いて、すべてカンストさせることに成功しましたね。もう思い残すことはありません。この史上最強の子供をゲマにぶつけましょう。決戦前に一度道具欄の整理をしました。ブーメランは道中念のため装備させておきます。直前で変えようかと。ついに974時間かけて古代の遺跡に乗り込みます。皆さんいよいよです。いや、まだです。
我々の974時間をぶち壊す気？何のために主人公を究極まで鍛え込んだと思ってるの？彼自身の手で不幸に打ち勝ってもらうためでしょう。いやそうだけど。そんなようわからん犬っころの手を借りるなんて言語道断。主人公一人でゲマに挑みますよ。ボロンゴさんは大事な仲間ですよ。これこそ究極の親心です。で、ボロンゴさんもなんやかんやレベル高いのでなかなか倒れません。なのでここの毒の沼地を使います。こんな感じに、ちなみにボロンゴさん HP0 になっても、戦闘終了後 HP1 になってしまうので、HP1 の状態でゲマ戦に入って倒れてもらう必要があります。そして遺跡内でパパスさんと合流。お前も成長したな、と言っていますが、この後息子の成長に度肝を抜かれることに。これが最終的な親子の能力差です。見てください、パパスさんの威厳が消し飛ぶかのような力量差を。パパスさん、何一つ息子に勝っている要素がないです。戦闘経験も50倍違う結果になっています。パパスさんが凡人に見える怪奇現象。これは反抗期が来た時思いやられますね。そして親父を残して、ついに中編の敗北から505時間越しのリベンジマッチが始まります。ここでゲマ、今作戦について触れていこうと思います。前回お話ししたようにゲマの能力は以上の通り、行動パターンは完全ローテーション、素早さは8なので確実に先制攻撃できます。で、問題はローテーション最後のゲマの痛恨の一撃、ドラクエには以上の通り3種類の痛恨の一撃があります。ドラクエ5で採用されているのは、守備力貫通タイプ、固定ダメージタイプ、固定ダメージタイプは守備力無視で、攻撃力の5倍のダメージを叩き出す、あのミルドラース変身がよく使います。ゲマ氏の痛恨の一撃は守備力貫通タイプ。ここで注目なのは、このタイプの痛恨の一撃は、必ず出るわけではない、ということです。ゲマさんの気分で変えちゃうの。簡単に言うと、敵が痛恨の一撃を選択した場合、その発生率は6分の1で、6分の5でただの通常攻撃になるということ。また、通常、制限行動、との兼ね合いもあるのですが、これはご興味ある方は調べてみてください。この痛恨の一撃が6分の1で発生ということを覚えておいてください。また主人公の攻撃はレベル99鉄の杖で100から120くらいダメージ出ます。ゲマは毎ターン100ずつ自動回復していますが、ギリギリ主人公のダメージが上回っていく感じです。ここで軽くゲマのローテーションを見てみましょう。ローテーションを1サイクルとしたとき、1サイクルでこちらが受けるダメージは90。しかし先ほどの痛恨が来た場合、それが220まで跳ね上がるのです。なのでベホマを使う頻度が上がる。ベホマを使う間も、ゲマは100回復するので、それまでのダメージが大幅にチャラになりかねません。なのでゲマがどれだけ6分の1の痛恨を引いてくるかが鍵となります。主人公の HP522 から何ターン持つか、回復サイクルの計算は長くなるので割愛します。とにかく簡単ではないということです。残りの説明は戦闘しながらやっていきましょう。その方がわかりやすいです。まずはボロンゴさんに倒れてもらうところから始めましょう。ボロンゴさんが倒れて一人になるまで、こちらも攻撃は一切しません。ここからは邪魔になるのでセリフを消します。まずは3ターン目のメラミがボロンゴさんに当たることを祈りましょう。メラミのダメージは60前後、火炎の息は30前後、痛恨の一撃は120前後となっています。うまくボロンゴさんが気絶してくれましたね。ここから我々の本当の戦いが始まります。先ほど言ったようにレベル99時の攻撃は、ご覧のように100から120くらい、ゲマの自動回復をギリギリ上回っているので少しずつダメージを蓄積できます。今痛恨の一撃が120くらい増した、ゲマの攻撃でこれが一番厄介。これが連続で来ると何度もベホマを使わないといけないので、自然回復を上回るのがどんどん大変になります。メラミなんかの攻撃は防ぎようがありません。来たー、会心の一撃は攻撃力と同じくらいのダメージを与えてくれます。鉄の杖を装備した攻撃力は277なのでその前後です。つまりこの戦闘は、自然回復100とこちらがベホマを使う際の隙に耐えつつ、通常攻撃で少しずつ削っていき、たまに来る会心の一撃で大きく削り、ゲマの HP1024 を削り切るという戦いです。ゆっくり見たいという方もいるかと思われますが、時間の都合上、ここからしばらく倍速でお見せするようにいたします。ゲマの攻撃は完全ローテーションなので、回復なんかのタイミングをつかみやすいのがいいですね。次痛恨ターンなので念のため回復します。でも6分の1が外れて、1ダメージでしたね。この HP が少なくなってきた段階で、痛恨ターン前に回復させるかどうか迷いますね。痛恨来るか。来なかったですね。来ない分には1サイクル90くらいのダメージになるので、だいたい5サイクル分は HP が持ちます。まあただそんな都合よくいかないので、痛恨のせいでそれより早いサイクルでベホマを使う感じです。今回は身の守りを255にしていますが、レベル低かったりしたら、たとえ痛恨ターンで痛恨来なくても、通常攻撃で結構 HP を失うので、より自然回復の脅威を味わうことになります。これボロンゴさんがいたら、たとえダメージ20でも相当助けになるんですよ。次は痛恨ですね、念のため回復を。来なかったですね、HP 全開にしたのでこのままダメージを稼いでほしいところ。攻撃さえしていれば自然回復が上回ることはないので、その点はいいかと。意外と痛恨来ないですよね。まあ6分の5ですが。
あえて我々ゲマの HP など計算せずに戦いを挑んでいます。自然回復を超えて本当にダメージ与えられているのかわからない方が、ドキドキ感があっていいかと。先が見えちゃったら面白くないしね。まさにシュレーディンガーのゲマ。は。でも会心の一撃がほとんど出てくれていないのが痛い。ほんとそうね、結局毎ターン自然回復の100を差し引いて、ダメージ20以下くらい、しかも定期的にベホマ使うとき100回復されているので、これは時間かかりますよ。今もベホマ使わないといけないから、ここで100回復されるのが痛いんです。ただ MP 自体は周辺で298時間かけて魔改造しているので、まだ978あります。このために鍛えたと言っても過言ではない。まだヘラヘラしていますよ、まだ余裕があるという意思表示ですかね。ほんとに HP 減ってんのか不安になるよね。きたついにやってくれましたよ。ここまで974時間かけて、史上最強の子供がゲマを撃破しました。企画の大成功です。それでは今夜の打ち上げの居酒屋予約しますね。いや、まだです。うん、とりあえず死んでください。なんなんすか？何が気に入らないのよ。あまりにもあっさり勝ちすぎましたね。まだ余裕があるように見えます。なのでとりあえず主人公には脱いでもらいましょう。装備一切なしです。そう、フル、です。ふざけんな、少しは言葉選べや。せっかく女性やご家族も見てくれてるんやぞ。それでは早速リセットしてやり直しますよ。もう持ち物で売れるものは全て売りましょう。あっても邪魔なだけです。ついでにボロンゴさんの身ぐるみも剥いでおきましょう。はぁ？ボロンゴさん関係ないでしょうよ。まあここは勢いで。で、なくせる持ち物は全てなくしました。こんな感じでいいんじゃないですか。もう好きなようにしてください。で、ここから少し装備ありの時との変更点をお伝えします。装備がなくなったことでダメージは100超えることが少なくなります。なのでゲマの自然回復を超えることが難しくなります。そして会心の一撃もダメージ減少。つまり毎ターンゲマは回復している状態になりやすい。ダメージの要は会心の一撃のみです。ちなみに我々、ここに来る前に、ネットに情報のない主人公の会心率を調べました。結果、1000回中31発が会心の一撃に、ドラクエの会心率は64分の1か32分の1で設定されているので、主人公の会心率は32分の1と言えます。いかにしてこの32分の1の会心が出てくれるかが、勝負を分けることになりそうです。それでは早速ボロンゴさんがやられるところからですよ。先ほどと同じように3ターン目で女神がボロンゴさんに当たることを祈ります。本当はノーカットでお届けしたいのですが、お察しの通り相当な長丁場になりますので、うまく編集できるよう頑張ります。ご了承ください。ここからが本番です。すっぽんぽんの史上最強の子供が果たしてゲマを討伐できるのか。先ほどのダメージは97でした。これだとゲマは3回復したことになります。これをずっと続けても、いつまで経ってもゲマの HP を減らすことはできないのです。むしろこちらのダメージが蓄積していってベホマを使った際に、あっけなく自動回復でそれまでのダメージをチャラにされます。なので頼みの綱は会心の一撃のみ。つまり普段はなるだけ100超えるダメージが出るのを祈りつつ、会心の一撃が出たタイミングでダメージを蓄積させていき、その蓄積で HP1024 を削り取るということです。しかし100超えるシーンが少ないと、ゲマはどんどん回復していき、ベホマをこちらが使った際には100一気に回復してしまうので、それまでの会心の一撃の蓄積がチャラになりかねないという、きつい戦いとなっています。なんとなく全貌を把握していただけたでしょうか。この戦いはそういう戦いです。つまり運との戦い。まあ我々にとっていつものことですが、今ダメージは113つまり13のダメージです。これを積み重ねていくと、こちらがベホマを使う際、チャラになりますが、あまりマイナスにもならない状況に持っていけます。今のところまだ会心の一撃が出ていません。つまりゲマの HP は全く減っていないかと思われます。この攻撃も91なのでゲマは9回復しています。まあ未だに会心の一撃が出ていないのであまり意味ないですが、さっきからずっと100下回っていますね。これ会心の一撃出た後、かなり厳しいんじゃないですか。きたー。今247ダメージ与えたので、実際は147ダメージ。ここからどれだけ今与えた147を守りつつ、次の会心の一撃に繋げられるかが鍵です。でもここでベホマ使っちゃったら、100回復されてほとんど総裁じゃないの。だから相当きついって言ったじゃん。ここで2発目の会心の一撃炸裂、1発目との間は8ターン、このくらいの間隔ならダメージは蓄積されそうです。通常速度で見たいという方もいるかもしれないですが、あまりに長く入らないので、またサブチャンネル作れればそちらであげたいです。痛恨の一撃が痛いですね。そして2発目から39ターン後、3発目の会心の一撃、この間のダメージとゲマの自然回復を考えると、正直2回分の会心の一撃も、この39ターンでだいぶ相殺されていそうで怖いです。相手そこを明らかにしていない分、そういう焦りが出てきますね。
やっと8発目の会心の一撃、1発255前後、100引いて155とすると、約930くらいになりますが、会心出るまでにだいぶ回復されているので、おそらくそれほど削れていないと思われます。この会心出るまでの間に回復されていると思うと、相当しんどい。お、会心、倒れてくれー。会心出るたび、倒れてくれと願っちゃいますよね。現在9発目の会心でした。現在11発目の会心の一撃、本来ならダメージ的にとっくに倒れてもおかしくない状況です。現在ターン数は323ターンを過ぎたところ。ちなみに9発目の会心と10発目の間は118ターン空いていたので相当回復されています。すでに我々も絶望状態です。本当に削れているのかどうか。13発目395ターン目です。一向に倒れる気配がありません。もうパパスさんもサジを投げるレベル。もう現在460ターンを過ぎています。もう我々も疲れてきました。本当に決着つくのか怪しくなってきています。きたーついに決着です。長かった。合計15発目の会心、468ターンで決着がつきました。途中本当に HP 減ってるのか不安になりましたが、見事な最後でしたね。ゲマ戦の会心の一撃ターン数は以上の通り。やはり固まるところがありますよね。今度はゲマ最短撃破を狙う動画作りましょう。今回は尺的に入らないですが。そしてストーリーは進みます。ご覧の通り、史上最強の子供を爆誕させて、すっぱだかで最強のハンデを与えて勝っても、ストーリーは何ら変わらないのです。運命は変わりません。が、我々はそれ以上の貴重な映像を撮れたと思っています。ここにやっとゲマ討伐の過酷さを描いた動画を、世に出すことに成功しました。まあとは言っても、普通の過酷さでない974時間を描いた動画ですが、ここに新たなドラクエトリビアが誕生しました。少年期すっぱだかでゲマを短期で討伐することは、可能。